昼夜兼行。露店と願いの木があり、祭日の雰囲気が現れていること、それと遠方に月が含まれているのが望ましい。場所を変えて書いた方がいいのかな。
私の名前を覚えてくれているのかな。あれ、私名前言ったっけ。軽く会ったことがあるだけだし、私の名前知らないよね。もう一回自己紹介した方がいいのかな。気まずい空気にならないように、ここは積極的に行くべき。でも、私は、そうです。私、オリエって言います。よかった、覚えててくれた。私も覚えていますよ。漂白者ってお名前ですよね。交流社員の依頼で月水祭をテーマに絵を描かなきゃいけないのですが、なかなか筆が乗らなくって。描き終わったら帰ります。まだ大丈夫ですよ。って、あれ？もうこんな時間？大丈夫です。静かな場所が好きなので。それに私の家はここからそう遠くないので。オリエ、なんだか放っておけない人だ。私ですか？別にお腹は減って。でも私まだ書き終わって。でしたらお言葉に甘えて。レイおじさんの料理と同じ味。いや、さらに違うスパイスも加わってもっと美味しいです。私楽しかったです。全部楽しい思い出でした。ダメ、心配かけるくらいなら嘘をついた方が。実はここ数日依頼が多くて、天行さんのうちわ屋さんのお手伝いもしていたので、ちゃんと回れなくて。私、うちわ屋さんのお手伝いはダメだったみたいです。ただ1時間座ってただけなのに、その後ずっと家で休んでました。それに一緒に見て回る人もいないし、人が多い場所は苦手だし、一人でお祭りを楽しむのは恥ずかしいし。待って、今本当のこと言っちゃったよね。いつもなら知り合ったばかりの人には言わないのに。私緊張してるのかな。
愚痴を言ってるって思われちゃったかな。もしかして面倒くさい人だと思われた？あ、つまらなかったわけじゃないんです。イベントでたくさん依頼をいただけて、露店の手伝いで手当もいただいて、この数日だけで3、4ヶ月分の借金を返せるくらい稼いだんですよ。やっちゃった。これじゃあもっとかわいそうな人になってない？全部閉まってるね。でもまだ願い事はできる。ここは？します。今から描くこの絵は自分のためのものなので。昼夜健康。行かなきゃダメですか？